小学校5年算数、扱うのはこちらの問題です。 6.8×15 を工夫して計算しましょうということです。工夫してってあるので 6.8×15 の筆算はせずに計算しようってことですね。まあ考え方の問題です。やっぱり長方形の面積で考えるといいかな。横の長さが 6.8cm と入れないとおきますね。で、縦の長さが15。で、この長方形の面積は 6.8×15 で分かります。ですので、この長方形の面積が 6.8×15 の答えになりますね。で、15ってのは、まあ、10と5に分けられますよね。10と5に分けられます。こちら側を10。で、こちら側を5にしましょう。10センチ、5センチと考えていいです。で、この上の長方形の面積と下の長方形の面積を出したら、6.8×15 の答え。こちら 6.8×15 の答えになるということです。で、上の長方形は、6.8×10 で求められますし、下の長方形も 6.8×5 の計算で出ますね。でまず 6.8×10。10をかけるということは、小数点1個分大きくすればいいので、上は68になります。で、下の方も一見計算しなきゃならなそうですが、5というのは10のちょうど半分ですよね。ですから、6.8 に5をかけたものっていうのは、6.8 に10をかけたもののちょうど半分になります。いいかな？ 10かけたものと5をかけたもの、ちょうど半分ね。で、68のちょうど半分って分かりやすいですよね。6を2で割って3で、8も2で割って4、34ってことになります。で、あとはこの68と34を足して答えです。で、ここで絶対やってはいけないのが、8足す4で、12。で、6足す3で、うんちゃらかんちゃで、こんな感じ。これ、こういう計算ね、絶対ダメ。これはね、雑な筆算。ただの雑な筆算です。必ず、絶対そういうことはやらないようにしましょう。本当に、将来的にもためになりません。で、この68+34どうするか。まあ、ここでなんか筆算やったら意味がないので、やっぱりここもうまく計算したいですね。正面からやるのがいいと思います。68+34。どう考えるかっていうことね。68、60と8ですし、34というのは30と4だね。で、60と30で90。で、8と4で12。で、90と12をカチシャンと合わせて102。というふうに出ます。あ、これ、書いたけどね、頭の中でもできないことはないからね。ちょっとやってみようか。60と30でいくつ？そう、90だね。で、90頭の中に取っといて、8たす4で12。90と12、90、20たちでちょうど100だから100と2、答えは102ということになりますね。あとは考えられるのは、まあ、正面から68に30、まあ、68にまず30を足して98、98たす4で102。あとはね、もう一つはね、これも結構使えるかな。68があといくつで3、ちょうど100になるって考えると、ちょっと難しいかな。32になるよね。68があといくつでちょうど100になるかって考えると32なので、34を32と2に分けて、100と2で102なんて出し方が、まあ、ありますね。これね、ちょうど足して100になる組み合わせとかはよく意識して勉強していくといいと思います。ってことでこれで大丈夫かな。はい、以上 6.8×15 を工夫して計算しましょうという問題の解説でした。